皆さんこんにちは、コメです。タマです。ということで今日はストレスゼロで痩せる食事を紹介したいと思います。夏に向けてダイエットをしていると皆さんからよく鶏胸肉ばかりで辛いですだったりとか、ダイエット中なのにどうしてもジャンクフードを食べてしまいます、これっていいんですか、こういった悩みをたくさんいただくんですね。確かに僕らもそうだったんですけど、ダイエット中といえば食事を我慢する、これって当たり前のように考えますよね。僕らもダイエット1年目っていう時は鶏胸肉を塩コショウだけで焼いてそれを毎食食べる、こんな辛い食事制限をしていたんですよ。ただそういった食事をしていた時にどうしても我慢できなくなってチートデイをやってしまったりとか、ダイエット成功したもののその後リバウンドしたり、こういった失敗をたくさん経験してきました。もし僕たちが今やっている食事方法にたどり着かなかったら、永遠に無理せず楽して痩せることはできなかったと思います。そこで今回は夏に向けて僕らが取っているストレスゼロで痩せる食事、これらを1日を通して皆さんに紹介したいと思います。実際僕らもある条件守りながら無理せず楽に毎年10キロ以上のダイエットに成功してます。そしてこれは僕らだけじゃなく、僕らの食事指導の受講生も鶏胸肉だけじゃなくて自分が好きなものを食べながらダイエットを成功してるんですね。なので今日の1日を参考に、どういう風にすればストレスなく楽しくダイエットができるか、これが分かりますので、ぜひ最後までご視聴ください。早速1食目です。1食目は鶏胸肉と砂肝。ここはねちょっと抑えるんですね。でこれなぜかっていうと、ある条件、これもう話します、ここめちゃくちゃ大事なんですけど、ある条件っていうのが自分の摂取カロリー以内に抑える食事をとること、つまりは消費カロリーを超えないように摂取カロリーを抑えれば何食べてもいいよっていう不思議なものがあるんですね。皆さんね、よくね勘違いしてることがあって、それっていうのは太る原因って何ですかって聞いたら、丸々食べたってよく言うのね。だけどそれっていうのは本当に近くて、実際は丸々カロリー取ったから太った、これが本当の答えなんですよ。俺らもさ、撮影の合間とかにさ結構ミスド食べるじゃん。食べる食べる、ね、いろんなルーティンで割とそういうの映ってるよね。映ってる、ね、なんかミスド大好きすぎだろみたいなコメントもあったもんね。それぐらい僕らもダイエットをしていて、今でも1ヶ月で3キロぐらいのペースが落ちているんだけど、いろんな甘いものとかデザート食べてるんですね。朝ごはんが白米200、卵1個、鶏肉砂肝合計 150g。 よくね皆さんから聞かれる質問で、チートデイってどんぐらいやったらいいですかとか、チートデイってやってますかって聞かれるんですけど、僕らねチートデイやらないんですよ。なんでやらないかっていうと、普通に食べてるからなんですね。だからチートデイをねやる必要性がないんだよね。どっかの間食とか一食、まあ、間食が多いよねデザートはね、そこで食べたらもうある程度甘いものよく満たされるもんね。だ結構みんなも甘いもの食べたいと思うと思うんですけど、意外とさ1個食べたらさもういいやってなるじゃん。なる、チートデイって結構危なくて、まあ、何が危ないかっていうと、まあ、シンプルにまずダイエットの進捗がめっちゃ遅れる、たくさんカロリー取るからね。あとは人によってはチートデイをきっかけにダイエットをやめちゃうというか、過食に走っちゃうスイッチなんだよね。結構そっちの人はマジ多いよね。だからチートデイをやるんだったらちゃんと管理できる環境だったりとかっていうのがないと僕らはおすすめしないかな。おすすめしないね、本当にね。過去の Vlog をずっと見てくれてる人だったら分かるけど、ミスドも食うし、ラーメンでいうと一蘭も食べるし、ゴンチャも飲むし、マジいろんなもの食べてるから。そうだから好きなものもね、あのカロリー PFC 以内だったら食べれるのでっていうのを作っとけば、今僕らもね減量して1ヶ月ね3キロ落ちてるんですけど、ノンストレスなわけよ。もうこれまでの減量って何だったんだろうってぐらいストレス全くなくて、だからそういった好きなものを食べながら、かつそこの1個のルールだけを守るっていう、そこだけをやっていけばダイエットはね本当楽しくなりますよ。本当にストレスゼロでね痩せますから、今日もねこれからジム行くんで、いつも通り EAA とグルタミン、これがもう減量中マストのもの。それに加えて最近はこのプレワークアウトね、これにカフェインとか脂肪燃焼効果が入ってるような成分が入ってるんで、マイプロのこれを取ってます。でマイプロの中で俺らがハマってるのは最近これなんですけど、ただねみんなからね DM とかで、マイプロで最初買うんだったら何がいいですかみたいなよく聞かれるんですね。その場合だったらもう確実にこのクリアホエーだったりとか、あと僕らもずっと買ってるもの、ビタミン D3 っていうビタミンをここで買うもの、ビタミン D3 でしょ、これもビタミン D でしょ、あとはこのビタミン C ね。今はねもうビタミン C 僕らちょっと高めのやつ買っちゃってこれ飲んでないんですけど、最初ね買うのにはこれ安いんでね、おすすめ。マイプロはさ、普通に買ったらもったいないじゃん。もったいない、だからセールの時に買うってイメージだよね。そうだね、俺らも基本的にやっぱセールでね買うのをおすすめしてるんで、ちょうどねこの動画出てる頃がセールで安くなってると思うんで、これまでねビタミンとか試したことないっていう人はぜひ試してみてください。豆玉ってコードを打てば日本で一番安くなるので、日本で一番安い、今日はね僕ら肩トレをやってきます。で皆さんの中で部位をねどういう風に1週間で組んだらいいのか、例えば胸背中腕、腕背中胸、どういう順番でやったらいいのって質問もらうんですけど、これはねみんながどこの部位を集中的に鍛えたいか、これによって変わるんですね。例えば筋トレ始めたての人もそうだし、僕らもね大体そうなんだけど、大きい筋肉を優先して鍛えたいんですよ。胸とか背中とか足とか、だからこそ昨日胸だったんだけど今日肩なんですね。ただこれがね肩胸ってなったら、肩の筋肉痛がある状態で胸やっちゃうじゃないですか。そしたら胸でも肩って基本使うんで、ちょっとね筋力っていうかパワーが落ちちゃうわけですよ。そうすることによって追い込み具合も減っちゃうので、できれば胸をやるときには腕とか肩はあんまり筋肉痛が残ってない状態っていう風に、自分がどこを鍛えたいのかで、その部位を鍛えるんだったら筋肉痛を他はなくす、こういった感じでねメニューを組んでみるとねめちゃめちゃいいと思います。
皆さんね、ダイエットするときにカロリーを落とすこと結構多いと思うんですよ。で、ただこのカロリーを落としすぎちゃうっていうのは本当に悪循環になっちゃうんですね。これがなぜかっていうと、カロリーを落とすとパワーがなくなるんですよ。そうすると筋トレの重量が追い込めなくなるんですね。追い込めなくなると重量が下がって筋肉も落ちて、でかつまた代謝が落ちて痩せなくなっちゃう。本当に負のループにはまっちゃうので、しっかりカロリーを取ってその分たくさん運動する、筋トレもなるべく強度を下げずにやっていくっていうのがすごく大事です。今から肩のサイドレイズっていう肩のね横側を鍛えていく種目やっていくんですけど、これも立ってやったりとか座ってやったりするんですけど、こうやって定期的に変えることで刺激も変わってくるので、今回は座ってやります。次が3種目目で、ケーブルのねリアレイズっていうものをやるんですけど、よくね皆さん肩だったら前側とサイド、このフロントサイドってイメージつくと思うんですけど、リアってどこなの？こういったね疑問持ってる人多いと思うんですよ。なので今からねきちんとここに効いてるよっていうことをね紹介したいと思います。リアっていうのは肩のほんと後ろ側、背中に近い部分なので、本当に背中のこのバックポーズとか取った時のこの部分かな、こうやってやった時の後ろの下の部分、ここがあることによって背中とかねいい感じにね見えるんで、これもねねちっこい種目なんですけどおすすめです。今から2部目の腕やってきます。もうね夏も近いってことで腕もね週に鍛えてます。トレーニング終わり、お疲れでした。お昼ご飯は親子丼。今日ねこの後 Uber Eats の打ち合わせがあるんですけど、ちょうどね新大久保来て何食べようかなって迷ってて、でいろいろメニュー見た時親子丼見つけて、やっぱここのお店選んだわけですよ、うん、まあこういう風にね俺らもね決まって外食って全然ないの。その日になって何食べようかな、あ鶏と卵だから親子丼 OK だなみたいな、突発的に決めること結構多いよね。いやそうだね、だから親子丼とかも大体ね脂質とタンパク質ってどこも決まってるんですよ、うん、なので1個こういったメニューをこれ食べれるよってのを覚えておけば、どこの店行ってもそれが応用効くので、だいぶねあの1個1個覚えていくと外で食べる時とかめちゃめちゃ楽になります。もう外食食べて太っちゃうっていう時代はね終わったんで、もうそこら辺も本当僕らはねストレスゼロで過ごしてます、うん、しかもねこういうね居酒屋とかのランチとかってめちゃめちゃ安いし結構ね、うん、美味しいんで結構ね行くよね俺はね。行くね。今日は新ブランドの試食会です。でプロテインがパンピーク、正しいねスムージーだね。あ美味しい。美味しいよこれは。まあ、分かんないですねプロテイン入ってんだ。うん好きがスムージーですね。プロテインですあ、美味しい。あ、うまっ、うん、うまっ。確かにこれ結構お腹いっぱいになりそうだな。これで200キロカロリーが。やばいね。やばいね。次のブランドがカオマンガイ。これもすごいね。タレもすごいあって。ボリューミーだね、やっぱり、ね。ボリューミーだね。今日はね、以前の Vlog とかにも映してた Uber Eats のね、新ブランド、2店舗。これのね、試食会をしてきました。めちゃくちゃ美味しくできて、本当にね、僕らもね、こうやって Uber Eats で今ね、3つのブランドを抱えようとしてるんですけど、どれも無理せず楽しくダイエットする。このダイエットのね、業界をやっぱ変えたいっていう思いから、この食事をね、いろいろと僕らもプロデュースしてるんで。本当ね、ダイエットをする上で、楽しく食事をするってめちゃめちゃ大事なんですよ。結局、ダイエットがね、辛いものってなると、絶対続かなくてやめちゃうので、僕らはなるべく楽しく食べれるねダイエット品を紹介したりとか、実際ねこうやってウーバーイーツであの僕らのね商品を作ったりとかもしてますので、僕らの活動によって少しでもね楽しく体を変えられるとか増えるようにね頑張っていきますので、本当にね、うん、今日のテーマにもあるストレスゼロで痩せる食事、もう本当これを僕らは大事にしてるんで、はい、そんな感じでね良いフィットネスっていうのをね広められるように頑張っています。3回目のヒサロで、ヒサロ行くときはね顔にはね日焼け止めをね塗ってるし、こうやってねバスタオルで顔も隠すわけですよ。なんでこのね30分間っていうのはねもう作業もできないし、寝ることもね暑いからさできないんで、ただひたすら我慢の時間です。よし頑張るか。もうタオルは3枚、はい焼いてきた。結構黒くなってたね。3回目だね。これね普通にダイエットしてる人にとっては、えなんで日焼けしてんのみたいな大会も出ないのにね。そう多分すっげえ疑問に思う人っていると思うのよ。だけどシンプルで、この動画が出てる頃にはもう締め切っちゃってるんですけど、夏のね豆玉ダイエットフェスっていうものをやって、そこでやっぱ僕ら自身の体を見て憧れだったりとか目標っていう部分を皆さんにね感じてもらって、でありがたいことに僕らの体を追いながらダイエットをね楽しんでくれるような人が一人でも増えたらいいなっていうために、僕らはヒサロで黒くしてカットとかがね目立ちやすいようにいい体を作ってると。ただ理由はそれだけです。あとはね毎年サムネだったり動画をね作る上で素材をね取らなきゃいけないので、うん、そのためにもねヒサロっていうのは毎年行ってるんですよね。そうなんだよね、うん、だから別に僕らね大会とか目指さなくても体作りはね妥協しないし、常にねみんなのね手本となるような、そして一人でもね、うん、僕らの体を見てうわいいなかっけーなって思ってもらえるようにね僕らの努力をし続けます。あとね絞りももう2、3キロ、うん、3キロぐらいかな。そうやな、うん、絞ったらもうほぼ大会と変わらないぐらいまで絞れるんで、はい
こんな感じで30分がきつい時間を過ごしますダイエット中のプチ楽しみがこのちっちゃなアイス。結構ねストレスなくやるために必要なのがこういうねちっちゃなデザートね。さっきも紹介したアイスもそうなんだけど、大体ねこれプリンなんだけどさ、どれも脂質4以下なんですよ。あとこっちにあるねさっき紹介したアイスでしょ、これも渦巻きソフト、これも脂質4ぐらい、モナオが脂質5ぐらい、スイカバも。ほんと多分アイス好きよな。そうなんだよマジで好き。こういうのは全部大体100キロカロリー前後で揃えるようにはしてて、多くても150キロカロリーなんで、これをね1日1個食う食わないでね、メンタル部分のところ全然変わってくるから、俺はねこういうの食べながらダイエットをしてます。まあ誤差だからねこんなんね。そう、うん、今日の晩ご飯は肉が続いてきてちょっとね飽きたんで魚にします。魚いいね。今日カレーね、うん、カレーの煮付け作ります。ちなみにね俺んちの冷蔵庫すごいんですよ。いや性格出てますね完全にね。これが全部魚。すごいね。ホッケでしょ、カレーでしょ、まあカマス、まあ白身魚のね、あとホタテ、上は鮭だったりとか鶏レバーだったりとか鶏肉だったり牛肉。これも全部普通のスーパーに売ってるやつだもんね。普通のスーパーに売ってる。でそれを全部 150g ぐらいに小分けしてる感じかな。夜ご飯はカレー 160g とご飯 200g。 今日はねカレーの煮付けだね、うん、カレーの煮付け。こんなも食ってね痩せるんですよ。今日いいよね、なんか肉食べて魚も食べて。最近ね魚ハマってんだよね。いやそうだね、うん、今日はねプロテインスムージーとかもね試食したんでね、なかなかね完食食べてないんだけど、うん、そうでね今日はねストレスゼロで痩せる食事って言った部分で、皆さんにね一日のルーティンを通して紹介をしてきたんですけど、結果ね僕らがなんでこんな動画を撮ったのっていう話にも戻すと、まあ僕らがねコメントをいただく人とか悩みをいただく人っていうのがすごくね自分を我慢してまでも食事をね制限してる人、これが本当にたくさんいるなって思ったんですよ、うん、まあそれはね僕らも前からそうだった。鶏胸肉だけとかね、そういうね縛りをね自分でやってたんだけど、ただ無理することが痩せるにつながるっていうことでもないよっていうのはね皆さんに改めて伝えたかったのね。鶏胸肉を確かにそれを1年間続けられたら一番ベストかもしれないけど、ただ鶏胸肉を10回やった先にどこかで精神的に来ちゃってやめてしまったら、たった10回の努力なわけじゃないですか。ただ僕らっていうのは10回のという大きな努力っていうよりも何が得意かっていうと100回小さな努力できるんですよ。だからこそ長期的に続いて毎年ね10キロ以上のダイエット成功したりとかしてるんで、皆さんも改めてねこの小さな100回の努力、10回の大きな努力ではなくて小さな100回の努力、このあたりを目指してみてほしいです。結構ねやっぱこう頑張るっていうと汗水垂らしてとかしんどい思いしてっていうのが一個のイメージではあるんですけど、もちろんね結果を出すために頑張るっていうのは多少なりとも辛いことはあるんですよ。だけど辛いことをしないと結果が出ないわけではないんですね。もちろんそれが大会に出るとかめちゃめちゃ絞んなきゃいけないとかだったら話は変わってきますけど、ちょっとね5キロ10キロ痩せたいとかであれば全然ね今日ね紹介したような努力でいけますので、まあ実際ね僕らもいけてますから。なのでまあある意味ねこう頑張らなきゃいけない、頑張りすぎなきゃいけないっていう、うん、ある意味一個の固定概念はあると思うんですけど、大前提ね楽しくやるってことが一番大事なんで、まあ気負わずね頑張りましょうよと。そうです、はい、本当にストレスはねやっぱりね一番の敵だからさ、うん、みんなは普段競技者じゃなくて仕事も頑張ってるわけじゃん、すで、うん、に頑張ってる人間がそんだけいろいろ頑張りすぎたらねストレス抱えすぎちゃうからさ、うん、ストレスゼロで皆さんも頑張ってみてください。ということでね今日もねいろいろな情報を伝えきれたと思いますので、うん、ここら辺の動画は閉じたいと思います、はい、ぜひね今回の動画がいいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、はい。